スナフキンの帽子とコサージュ、みんなちょっとついてることが違います。
まあ、一番の時のカニちゃんと。カニちゃんが作ってくれて。手作り。かわいいですね、すごい。すごいかわいい。さっき裏で話題になったんですよ。で、この衣装を着て、僕たち、実は次のライブが決まっております。はい。はい、先ほど、トップバンドの本屋さんにご紹介ですが、5月4日に、畜産文化衝撃で、アカペラ付けというライブに出演させていただきます。そのライブは、まあ、ホールでのライブなんですけど、ステージがあって、もう周り270度ぐらい全部客席なんですよ。なんかもう正面からじゃなくて裏からも、ね、見えるっていうステージになってるので、ぜひ興味がある方、またスナフキン行って今日良かったなと思ってくれた方は、チケットのご利用をさせていただきたいと思います。私たちに声をかけていただけるとよろしくお願いいたします。私たちこれで次の曲で最後になりますが、この最後の曲は中島みゆきさんの糸をお届けしたいと思います。はい、ご覧ください。中島みゆきさんの糸。なぜ ありがとうございました。